共同通信のデマ報道を岩屋防衛大臣が否定、先日、共同通信が政府・北の脅威にアメリカの同意を得られず、短距離弾道ミサイル9日協議でと題した記事の中で、アメリカ政府が9日の日米韓3カ国協議で、北朝鮮の弾道ミサイルは短距離であっても安全保障上の脅威があり、問題すべきだと訴える日本側に同調せず、 控えめめな対応に努めると説明したいってこととが分かったた報じましたこれに対して本日、岩屋防衛大臣が記者会見にて、9日に行われた日米韓防衛実務者協議、DTT で、北朝鮮による4日および9日の事案について、日米韓各国の見方を共有し、防衛当局として警戒を続けていくことを確認したところです。これ以上の詳細のやり取りは控えたいと思いますが、 今、ご指摘があった北朝鮮が5月4日に発射した飛翔体に関して、報道にあるように、ポンペオ国務長官の発言を取り上げて、短距離なら容認するという誤ったメッセージになりかねないと、我が方が苦言を呈したといった事実はございませんと、この共同通信の報道を否定いたしました。こちら、私もこの共同通信の報道を確認していたんですが、さすがにおかしいだろうということで、 皆様にはご紹介せずに様子を見ていたんですけども、本日、岩屋防衛大臣が否定いたしましたので、共同通信には、この記事について配信を取り消していただき、こういったデマ報道を二度と行わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。